リーン・スミスは、アメリカ合衆国の元陸上競技選手、フットボール選手、そしてスタントマンである。彼は1952年に開催されたヘルシンキオリンピックの400メートルリレーで金メダルを獲得した。スミスは1952年の AAU 主催の競技会で100メートル競争で優勝した。主要な競技会での優勝はこの1回のみだったが、彼はヘルシンキオリンピック100メートル走と400メートルリレーのアメリカ合衆国代表となった。オリンピックでは100メートル走で4位に入賞した。400メートルリレーでは第1走者を任されて予選と準決勝を1位で通過し、決勝では2位のソビエト代表チームに僅差で金メダル獲得を果たしている。テキサス大学オースティン校を卒業した後のスミスはプロフットボール選手となり、ロサンゼルスラムズとピッツバーグスティーラーズに在籍したが、レギュラーシーズン中に試合に出場することはできなかった。スポーツ選手としての一線を退いた後、彼はプロのロデオカウボーイとなり、様々な西部劇映画でスタントマンを務めた。彼がスタントを務めた映画には、ジョン・ウェインが監督と主演を務めたアラモやコマンチェロ、西部開拓士などがある。ガンスモークやアイアンホースなど、テレビの西部劇ドラマにも出演している。2006年にはテキサスロデオカウボーイ殿堂入りの栄誉を受けた。スミスはスタントマン殿堂入りを果たした一員であり、1997年にはオールアメリカンカウボーイの称号を受けた。1998年には西部劇で活躍した俳優やスタッフに贈られる賞、ゴールデンブーツ賞を受賞し、2007年にはスタントマンとしての映画に対する多大な貢献を評価されて、シルバースパー賞を授与されている。アスレチックス・アット・ザ・1952ヘルシンキ・サマー・ゲームズ・メンズ100ミターズ・フィナール・ハット・アスレチックス・アット・ザ・1952ヘルシンキ・サマー・ゲームズ・メンズ400ミターズ・リレー・フィナール・ハット・テキサス・ロデオ・カウボーイ・ホール・オブ・フェーム・ウェブサイト。ありがとうございます。